あ、ごめんね、空き部屋崩壊したよ。はい、ということで今回も続きからやっていきたいと思います。んで、今回は、ん、お、姉子、ちょ、姉子降りてきて、降りてきてくださいまし。なんか言いたいことあるんやろ、ちょっと。へい、あ、降りてきた。はいはい、あゆな、例の溶岩魔人を倒す兵器のことでちょっと相談乗ってくれないかい。あの発明バカが残したメモを頼りに兵器を開発する糸口をつかもうとしてるんだけど、荒くれどもが私の集中力を片っ端から奪っていきやがるんだ。やれ筋肉は凝っていないかだの、やれ筋肉は張っていないかだの、うるさくてね。筋肉ばっかりだな。私だって本来は頭を絞るのは得意じゃないんだ。これじゃ全然作業が進まない。そこでさ、アイナ、研究に集中できる専用の作業部屋を作ってくれないかい。おお、またわがまま言うようだけど、最終兵器の開発の、ん、最終兵器じゃねえ、最強兵器の開発のためなんだ。頼まれておくれ。部屋の設計図は用意しておいた。私が書いた設計図の通りにお願いしたい。あとは思いついたことをまとめるものが欲しいんだけど、何かできるかい。思いついたことをまとめる。アメルダの設計図を手に入れた。なんか考えよるね。お、思いついた。本をひらめいた。役立つ情報や物語が記されたもの。あ、何？本に記すってこと？姉子が。あ、ってことで、これ、アメルダの設計図。え、どれぐらいの大きさ？いや、見えませんけど。ん？結構なでかさ。ちょ、待ってね。この辺にドーンと行くか。こんな感じで、へい。ファサ。どういう作り？あ、マシンメーカーこっちに持ってくるんやね。なるほど、なるほど。じゃあ、とりあえず、最初に土で囲いを作っていきましょうかね。よいしょ。あ、間違えた。土で囲いを、へいへい、作っていって、みんな筋肉筋肉言ってる場合じゃないよ。よいしょ。てか、結局ね、筋肉筋肉言って、それ姉子の邪魔になってるからね。姉子の、何、姉子を楽させてあげようとしているのかもしれないけれども、ね、筋肉凝ってないか、いろいろと気を使っているのかもしれないけど、結局のところ邪魔だからね。ほんで、あっこにマシンメーカー、マシンメーカーと壁掛けランプ、扉脇、本棚が何個？ 4 つ。何あれ、本棚重ねれるんやね。で、樽。で、収納箱。壁用スイッチ。なるほど。じゃあ、とりあえずマシンメーカー壊そう。壊そう。あ、待って、これじゃなくって。大金槌で。は、一発。オッケー。んで、ちょっと、行く途中にこっちで、いろいろと、話さないよ。作るんだ。壁掛け、これじゃないね。で、こ、あ、木の扉1個。木の扉は？ないね。じゃ、これ作って、木の扉を1個作った。ほんで次が、あ、収納箱。収納箱は1個ある。樽は？あ、3つもある。ほんで他、あ、本、本、本。ん？本は？あるの？あるのか。で、その他マシンメーカーあるでしょ？あ、ってことはこれでいいのかね。オッケーオッケー。あ、で、いろいろとちょっと取り出しとかんといかんのか。持ち物。あ、収納箱これや。収納箱1個。樽は？あ、樽はここにある。樽が1個やったよね。1。ほんで、あと、本。本、取り出し。で、木の扉をちょっとつけとこっか。ほ。よいしょ。はい、扉つけて、マシンメーカーがここやった。ほんでもって、樽がここ。なんかみんなすごいわちゃわちゃおるね、外に。何あれ、女の子同士で何やってんの？そんな遊び。ずるい、私も混ぜて。んで、収納箱はどれ？あ、あれか。収納箱。ああ、出前すぎた。ちょい待って。
もう一個奥か。ここだね。へい。ほんで、ここでもなんか作れるとことか。壁掛けランプこっちや。そっか、向こうのは壁掛けランプじゃなくて壁掛け松明やったね。ほんで、あと壁用スイッチ。バネがいる。バネ、バネ。壁用スイッチって何のためのやつなんやろうね。この部屋に降りながら、向こうの大砲が撃てるようになるとか。危なすぎん。仲間が大砲の前に寄るときにね、こっちでポチって押されたりとかしたら、困るけど。壁掛け。壁掛けあっこで。ほっ。んで、空き部屋が完成した。壁掛け、ん？あれは、ここの上の部分ないってことかな。ね。あ、なんか二つ壊してしまった。あ、ごめんね。空き部屋崩壊したよ。空き部屋が壊れてしまった。こっちはいいんだけど、ここの部分が、壁用スイッチ。こういうこと？かな？ん？本棚はどこで？空き部屋が小さくなったらしいよ。本棚もここで作るんかな？本棚、本棚。ん？あった？さっき。本棚とか。なかった気がしたん、あ、あるじゃん。え、作れない。あ、本がいるんや。なるほど。本を3個作った。そして、それから本棚を。オッケー。これだけかな、もう。じゃ、とりあえず、本棚一番端、一番右が二つ重ね。こ、ちげえ。ちげえ。一個、もう一個奥だ。ここだね。はい。そして、ん？ここで。ほんで、もう二つここ。で、あ、この横の上に本を置く。お、完成？完成した？設計図、アメルダの設計図が完成した。空き部屋がマシン工房になった。やったね。できたよ、姉号。中入ってきてよ。入ってきてよ。私せっかく作ったんだから。なんか本持ってるけど、片手に。扉じゃない。うん、私の設計図通りだ。苦労をかけたね、あゆな。これで溶岩魔人を倒すために、ラライが残した発明をゆっくり思い出しそうだ。これで荒くれ者たちの邪魔もなくなる。そもそも兵器の開発なんて私の柄じゃないのさ。でも私がやるしかない。ラライの発明を覚えているのは私だけだからね。ああ、本が。ん？どうして柄にもなく発明家の助手なんかしていたのか、だって。あれは脇に挟んどるということでいいんかな。勘違いするんじゃないよ、あゆな。発明家の女子まがいさ。女子なんて大層なもんじゃない。それに、わざわざ話すことなんて何もないよ。ああ、そうだ、あゆな。マシン工房の完成を待っている間に、例の発明バカが考えていた、ある仕掛けを思い出してね。あんたに教えておくよ。なになに？なんか、お皿みたい、お盆みたいに持ち寄るけど。クエストコンプリート、鉄のインゴット5個。なになに？ピストンひらめいた。蓋が飛び出す大きな箱。トラップやって、魔物などを弾き飛ばせる。ん？弾き飛ばせる。なに？武器代わりに使えるってことかな？うっ、次戦いのマーク出とるし。んで、気になるこのスイッチ。押せるんかな、これ。あ、押せる。え？え？え？部屋の明かり？部屋の電気のスイッチ大掛かりすぎない？これ。あれ、部屋の電気だって。ありえねー。はい。ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。今回も最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。部屋の電気ってさ、もうちょっとちっこいポチって感じのでいいんじゃないの？